はい、はい、OK です。ほんま、なんでそんな上がらへんのって感じやね。ここら辺が硬いんですよ。ここら辺が硬いんですね。で、まあ、じゃあ今ここら辺が硬くてちょっと手が上がりにくいっていう状態になってるんで、だからそこをちょっと意識したのでね、こうやってね、スッとこうやって、ね、で、こうやってスッとこうやって上げますね。はい、こうやってスッとこうやって上げますね。はい、こう自分で上げてきて、受けてる人は何をしてるか分かるけど、多分見てる人は分からへんと思うけど、ただなんかこう引っかかっとんのが取れた感じがする、うん、それでこう楽しい感じ。さっきはここを引っかかるっていう本人が言ってたから、ここでここスーッとここのね、この筋肉を緩めといてあげたね。で、今引っかかってるのは実はこの辺が引っかかってる、ここが引っかかってる、これです。で、今度はこの動きを今度こっちからスーッと取ってあげて、こういう風に動かしてね。わかる？ここでスーッとこういう動きでこう動かしたらね、でここでスッとこのここに意識入れといて、この動きで動かしてあげたら、ここのしこりが取れてくるんで、もう一回上げてみて。ほら、おお、ね、おお、はい、途中までまた形が、おかしいぐらい変わっちゃった。わ、ね、あすごい。はい。だからこういう動き。スーッとこういう動き、こういう動きをこうやってこうやって動かす、動いてしょ、うん、ほんならこの動きをしてあげることによって、ここの針とかここの針、この針、後ろのここの針で、こっち側の針が取れてくる。そうすると腕がすごく動く。肩にスマイル、スマイル、だから絶対ね、こうなってるの、こういう感じ、下から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 ちょっとこう上げすぎほどほどで、うん、肩下げて、これをもう少し、なんか呪いの呪文みたいな。なるほど。呪いの呪文。これが連動した。でも、ちよちゃん今日すごいおしゃれな格好やね、それめっちゃ。足元すごいよな、なんかそれ。どうなってるんだ、すげえ。こうやろうと思って、この硬さを今度ここでこういう感じでスーッと取るように取るように、でこういう感じで取るように取るように取るように、取るように取るように、ずっとこれ柔らかくなってきて、その引っかかりがこれでなくなっていきます。もうずっと動き変わったりだから左手と右手は今違うと思う、この後ろの動きが。だからここでこう武藤さん見てもたら、ほら右手と左手がこの、このね、右がシュッと収縮して前に来てるでしょ、こっち左が開いてちょっとバックの方を
だからこっちとこっち違い分かるでしょ、こっちの方が楽でしょ、だから単に肩を回してるわけじゃなくてそこを全部緩めていく。これを今日割ってもっとそういうギザギザを取って滑らかになったからこれがこうやって、さっきの私の肩を持つ力を抜いて、そこを自分の手だからスッとその突っ込んで、そう、相手を従わせる必要がある。自分の手を想像する。想像、そっちが硬い。そう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 。こっちから行くんだ。そうそうそう。ここも硬いのね。そうそうそう。そうそう。もっと力。こっちから。手力。力入れて。こんなやつだから。後ろやったら後ろで入れないで、こっちやったらこっちで。ここ。ここの手に、ね、合わせてしまうとモロゾフさんはしんどくなるから、自分が作ったワールド、そう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 ね、回そうとも違うやん、でその回そうと曲がたまの形を描く感じ、そうそうそう、肩がこう、ね、腕があって、まあごっつい腕やけど、うん、肩があって肩を回してるわけですけども、例えば肩甲骨のこの辺で痛みを生じてるね、多いですね、この辺りとかね、この辺りとか痛い人多いですね。だからその場合どうしていったらいいのかっていうことですけども、回していったらですね、これがきれいに回らないんでこういう風になったりとかする人いますよね。だからちょっと意識を加えてあげて、ここに意識を、ここに意識を入れてあげて、これを取ってあげてください。だいたいね、3回ぐらいこう回してもらったらいい、このしこりがちっちゃくなっていきます、ね、今大ちゃんのちっちゃくなったよね。でどん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 回していったらもう本当にしこりなくなっていきますから、そうすると肩甲骨のこのね痛み、こうやって上げた時とかこうやった時、ああ痛みがなくなったっていうふうに言ってもらえるんですね。それやってください。で次にですね、関係のないとこですけどね、まあ、こちらは胸の方、こちらはないと考えてね、よくあるのこの鎖骨のところですね、鎖骨の下、この大胸筋ですね、ここが凝り固まってる人結構多いですね。でそんな場合誰かいますか、凝り固まってるっていう人、凝り固まってる、はい、ちょっとここ来てもらって、向こう向いてもらっていいですか。でどっちかかな、右左、うん、まっちゃんがこう来ますね、右手をこうやって持ってあげて、はい、これ上げてください。今この状態ですね、はい、さあ次にこうやって手を持ちますね。でここに手を当てるんですが、例えばこうやって当てた時、ここ、ここ、これ痛い、わかる？こうやった時ここ痛いね。でこの時にここに意識を入れます。どういうふうに意識入れるのか、こうやって意識入れる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 、しこり、しこりあります？ないと思う、ね、でこう終わって、でちょっとだけ、うん、ちょっとあるのはね、実はこのここにあるだから、ここのここにこのエネルギーをここに集中する、うん、でここに集中する、ここに集中する、ここにこう集中する、ここに集中する、ここに集中する、おお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 おね、でこうやってどんどん見ていって、痛い、もうちょっとここみたいな、痛い痛い、ね、でエネルギーをここに集中、集中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 、はい、触るよ、ここで痛みがなくなってるから、じゃあこの腕はどうなのかって上げてみて、上がるようになっていきます、ね、で痛みがあるところ、痛みがあるところに今度この
回転のエネルギーをここにこう入れていくよ、こうやって。だからこっちの手重要ですよ。絶対力入れないでください。力入れないで、意識を入れてこうやって、ね。例えば肩甲骨にあるんだったら、肩甲骨のところにこう意識が来るように。おほって言ってますよ、今ね。ここ、ここに痛い、ね。ここに意識を集中。ここに意識を集中。ここに意識を集中。意識を集中。だからこの回転のエネルギーがここに集約するようにスッとスッとスッと、でこれでここに関してですよ、肩甲骨の痛みはちょっとだけ、ね、だから場所を変えてあげたら、ほらこう今ここやったから、でやってないとこはこっち、こっちの方がひどい、こうやってやってたらひどい。で、このひどいところを全部こうやって同じように肩を動かして取ってあげてください。そうすると全部取れる、ね、全部取れたらもっともっと楽になります。はい、じゃあこれやってみてください。